こんにちは、沼です。パワプルアプリやっていきます。今回は、持ち込みセンスいきたいと思います。白弓、レイリー、サイガ、ヤギュウ、サイキ、モネちゃんと。で、女の子をある程度固めて、あとはどうしても必要なパワー飛行格はサイガーに補ってもらおうかなと。タック力に関してもやはりサイガーに頼んでいこうかなという感じですね。で、なんとセンスが引けました。お守り招きです。行きましょう。で、まあ、カンパチと、あとは、コンノちゃん。これ強かったんですけど、まあ、またちょっと違った形でね、やってみようかなという感じになっています。最近にね。モネで回復できるんだよ、結局。で、ちょっとずつ慣れてはきたので、まあ、マシな立ち回りはできるとは思います。あとは、その、ゲージですね。ブラッドゲージのスレスレのところの戦いをどれくらいできるかっていう話にはなると思います。あ、レイリーいいんじゃない？回復はできるんだけどね。ちょっとレイリーの体力じゃねえや。評価をね、早めに上げていきたいですね。冷静ナイス。で、さすがにモネでしょ。わー、来ない。だったら精神行けばよかったかな、あれ。サクッといいやつで回復したいからね。次か。結構長えな。11% 逆境は取れますね。うん、アベレージヒッターいいですね。で、やっとモネか。結構遅いですね。間に合うかな？わ、いねえわ。割と大きいな、ここでいないわ。走塁にしとこうか。ここでいないは割と大きいですね。で、吸収にしたいので、さあ、意外行きましょうか。刺激になっていく。今、刺激いらんっすよね。今、刺激いらないけど、これ。刺激だな。今、刺激全くいらんっすけど。これ、精神いったらアウトだろうな。考え方的には、モネが必ずここにいてくれるっていう考え方で行くしかないですね。いやー、もったいねえな。そう、まあ、こういう考え方かなと思います。うん、これはうまいんじゃないですか、普通に。そう、固定ができればまあいてくれますからね、最低限。お、いいじゃん。これは悪くないわ。普通に良かったと言えるレベル。ラッキー。で、評価はいきましたね、と。ちょっとセンスだからなんとかしたいんだけど。あ、もうね、もう一回だな。もうワンプッシュいいんじゃないですか、これ。普通にいって。意外性とか取る？阿部は取ろうか。ここは通してよ、最低でも。うわぁ、しんど。ラブパワー、体力回復と、ヤギウ骨1個飛びましたね、評価と。うわ、でか。こいつ、運ねえな。評価見るよ。あー、なんで刺激なんだ。さっきからなんで刺激なんだ。ちょっとここの刺激きついですね。お、ただタックはそこそこ人数。これ筋力、精神もらっとく？
15だしね。このダブルなら悪くないよ。あ、ちょ、走んの早っ。ただ今、刺激が2回入ってるので、ちょっとなんか怪しい雰囲気は感じますね。せめてモネ来いよ。うわー、来ね。筋力かな。体力回復してえな。ちょっとここは技術を回復したい。うん、いいタックが来ている。もう一丁いけますからね。あとはモネが来てくれれば。はよ来い、はよ来い。よし、OK。で、敏捷取んないとマジで無理だからな。うん、ダブルですね。まあ、透かしてもいいけど。ダブルだし。でしどれみ走りました。シングルタックか。まあスカウトもいるし踏んでもいいかもなっていうところはなきにしもあらずですね。で2両も早く終わらせたいと。まあ監督評価を試合前に2両で上げておくっていうのはありですけどね。これデートでいいやろ。だって大してこれ足りないでしょ。これ504か。504でいいかな。か2両後回しにして強奪にする。多分、精神でギリギリの戦いができるはずですね。ギリギリの戦いに持ち込むか。内野安打王も欲しいしね、ゴーダスで。ナイス、ダイレクト消費。あー、312か。ただここはめっちゃうまいですね、コツ的には。っていうか強いタックがタックが普通に強くてもったいない。え、バーヒー取れんのか。じゃあいいや。あとは体当たりとか取りますか。体当たりムード。でメールからチャンスを引き出したいと。成功。とにかく敏捷だね。うん、敏捷を引っ張っていきたいと。ああ、精神取った方がいいかな。筋力もないけどね、だいぶ。スカウトか。監督行きたい感あるな。ここは逆境狙いで、いや、意外性取ってない。うまく全力練習を絡めたかったですけど、なかなかデートする機会もなかったですね。OK。これは大きい。これは大きいんじゃないかな。まあ、しどれに来てんだけどな。ここはもうガンガン攻めて、ゲージを減らしていく方が絶対有用だと。で、冷静取るか。
うん、千鳥みの打球伸びは死ぬほど欲しいんですけどね。おほう、盗塁呼ばれた。まあ、可もなく不可もなくで進んでると思います。現状。あ、いいじゃん。一発逆転？意外性を取ってる。一発逆転レベル1か。アベヒーパー。まあ、打球伸び欲しいしな。いいよ。それ。筋力いるな。なあ。で、これ誰に襲わればいいんだと。誰か教えてくれ、マジで。まあ、体力回復かな。体力回復かな。多分体力回復がいいと思うんだけど。誰教わる、教わる、教わる、教えて。これか。体力回復してくれる人はいないか。どうしようかな。精神をもらっておくかした。あ、臨床マイブだと。強化じゃないんだよな、ここは。スカウトも上げられるんですけど、ここは吸収で乗り切りたいですね。91あるよ。 OK。550、850いいですね。素晴らしい。これ以上ないよ。850、臨床優。臨床と、まあ、精神。精神かな、まあ、筋力足りてないけどね。精神は、まあ、入れようと思えば入れられる。ここ難しいっすな。精神かな。筋力わかんねえぞ、これ。あ、臨床もらうのは間違いないと思います。臨床はマジで足りないんで。精神かな。ちょっと精神にしときましょうか。精神わかんねえ。よーし、最大値いった。OK、これはいいんじゃないですか。これは大きいですよ。いいやついらないね。ただ精神欲しいかどうか。まあ筋力、臨床、そうだな。まあ精神取っとけ。精神取っといてよかったかな、マジで。臨床足りるっぽいな。ま、レイリー行きますか。この辺で強化とかも入れたいな。アジ。ま、次は、ま、臨床いるかな、これ。もういらないかもしんないわ、ワンちゃん。あ、いいっすね。
さすがにいろいろ成功できそうな気がする。あとは最強は名挙指数を念のため取った方がいいかもしれませんね。パワヒ降格か。降格って終わってないっすね。ハント強化もいけたんで大きいでしょう。よし。監督評価がマジで恐ろしい。大事なのは体力。あとだけ伸びだな。まあ、これ言ってしまうと、またおかしなことになる可能性があると強いけど。まあ、一発デートしてもいいな。いいか、肩だしいいか。許可は拾うで、そろそろ。免許指数拾っといた方がいいかなっていう感じはちょっとしている。マネーとか来る可能性ゼロじゃないもんね。だいぶしょっぱいですね、これ。一回デートしましょう。だいぶしょっぱい。うん、しどれみは91あるんで行くでしょう。まあ、95ぐらいにしてもいいけど。まだダメだな。さすがに行くとは思われます。っていう話と。守備より先にこっち上げるか。だったら刑事いける。覚醒していいよ、いつでも。技術はいらないけど、ちょっとこの辺は待っとこうか。うん、肩が最も強そうですね。バランスよーく、いろんな点が入ってくる感じかな。この吸い出しは結構良かったんだな。お前さすがに行くやろ、91。ゲイ。うん、監督もいるし、粘り打ち取るか。マジで。粘り打ち取る。そろそろ打球伸びを起こしてください。よし、ナイス。強くない？これ。もう一丁伸びでもいいな。まあ、やる気が減っているので上げてもらうってのもありですけど。はい、ありがとう。あ、メンタル、うめえかな。今、メンタル行きたいかもしれないですね。でも、体力消費したいんだよな。逆に。逆に。体力を消費したいんですね、とにかく。とにかく消費して、ゲージ減らして、っていう立ち回りをしたいんだよな。だから、メンタル別にいらないんですよね、今回。難しいなぁ。まあ、災害に行く必要はなさそうな感じするけど。うん、筋力も取れてはいるな。ちょっとこれ怖えな、フットグラム。ちょ、一回リセットして。臨床もいるかみたいになってる。まあ、絶対練習はするべきではある。で、メンタルの方が上手いのはわかる、確かに。ただ今回に限っては違う気がするんですよね。メンタルじゃ減らねえんだよ。
バラエティかな。まあ、未了にしといてもいいけどね、体力回復ができるなら。未了にしとくか。ちょっと安牌で未了にしときましょう。わかったよ、わからない。結局これで魅了になるのか。なんだ。一回休みましょう。ここで。これを踏む意味、今カラーは1,2,3,4,5 1,2,3,4 あと魅了1回踏んだら終わりか。じゃあ強奪とかを願っても別にいいんだね。まあ魅了をとりあえず行った方がいいと思う。集まってねえな。252,504まだまだいけますね絶対。ちょっと監督強化怪しいんだよな。うん、うまくはやれてると思います。6,279588。うわー、588か。2人しかいないですね。もったね。さて、これをどこでもらうかなんだが。臨床精神取った方がいいのかな。筋力はまあ足りるかもしれないけど。臨床は結構。きついね。あ、臨床はもらうとして精神もらった方がいいかな。精神まだわかんねえ。筋力もまだわかんないんですけどねこれ、まあ、技術がいらないことだけはわかる。筋力にしとくか。いやもうちょっと集まってほしかったな。あとは監督を意識しつつ、まあ全然足りないですからね。ご覧の通り101。うん、これでもう大丈夫か。まあある程度足りましたね今まで。佐伯か。まあ踏んでいいけど、チャンスメーカーとか欲しいですね佐伯からは。残り行ったら来るやつ。うん、まあ、どっちか踏み程度。とりあえず体力を回復しないと無理だ。いやー、魅了の580がもったいなさすぎましたね。せめて700ぐらい欲しかったな。これ大丈夫か。ちょっと練習レベルもあれだし、怪しいな。吸収は別にしたくもない。よし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 。
546かな。お、結構。あ、どうや。いや、まあ、どう考えても、経験点は取りに行けますけど。テスラ。で、精神取っていいですね、さすがに。精神、臨床いらないよね、これ。経験点も入るしね、試合な。さすがにもう A だし、いらんじゃん。で、技術が必要とは思えないみたいな。どうなんだ、一体。特能振るか。まあ、精神はいりますね。これ見てると。精神は必要だと。精神絶対必要だと。精神と、いや、臨床はいらないんやろ。案外技術なのかな。いや、筋力じゃない。あー、バランスが難しいですね。筋力がこの時点で割とあるよね。320しかないと。いや、筋力かな。まあ、臨床はいらんですね。技術は取れるやろ、なんかね。うん。エスラ取った。レーザービーム、帳尻。まあ、どっちでもいいか。おほう、総力ブースター掴んでいく。アーチかー。これは来るかもなぁと思ってたんですよね。2回も刺激しちゃってるからね。これはちょっと痛いですね。鉄壁。これはやらかしたな。ああ、いいですね。しどれみか。終わってるな。うん、残り守備職人残ってた。取ってもいい。監督評価は分かんないんだけど今。まあ1しか上げれないですけどね、ここ行っても。55取るのかどうか。取っていいか。まあ強いですもんね。うわ、足りてねえ。4足りてねえ。ちょっと意識しても足らないぐらいですね。筋力足りてる。技術ですね。次は技術取りたいな。技術精神取りたいですね。まあまあだな。よし。まあ、主要骨取れてるので、まあまあ、いってるんで。おい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 、落ち着け。監督強化も、休む時は無視でいいかな。って感じはしますね。あとはモネデート一回ね。ああ、いい、良きタイミングが。いやー、地下、ナイアンダオ欲しかったなー。刺激はこれがいかんな。強化が選ばれたのかな。なぜ強化が選ばれるのか、これね。謎すぎる。佐伯先生。うん、しっかりコツくれますね。ありがてえわ。ちょっと魅了が欲しいかな、ここまで来ると。
ここまで来ると魅了でなんとかしたいけど。あー1打席だな。ダメ押しのチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で打った、これは強烈、いった、上段、経験点がちょっと減らされるやつですね。ただここまで運びは悪くないですね。うわーそれはいらんわマジで。あここ踏みて、一回休んでからがいいのかもしれないけど、体力怪しいんだよな。そうするとここもあの怪我覚悟で踏みますよ。あいけたわ、よかった。で魅了で凄まじい点数を狙っていく。504か、もっといける、もっといける、お前らもっとできる。ナイス。芸術いるのかな。2アウトランナー1塁という場面で棚橋、インコース低めボール。さあ次の投球、打ちました、痛烈、いった、入った入った、4番バンプ、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、これはいい当たりだ、いった、先点レベル欲しいな。6回の裏バンプ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは棚橋、今日5打点を挙げています。投げた、打ちました、痛烈、センター前ヒット、クリーンヒット。いやこのアーチになってしまうっていうのがだいぶ痛いな。アーチ以外だったら何でもよかったんですけど、あまあ安打制御権だね。嘘でしょ。今のはいけたやろ。うわぁ。だいぶ痛い。500点なくなりましたね、今ので。マジか。ここまでうまく運んでたんだけどなぁ。そう、今ので一気に崩れたな。いやぁ、マジか、マジか、そうか。なるほど。じゃあこれで吸収するか。いや、だったら取ってたわ、500点。あの辺が難しいよな。いやー、これは完璧やりましたね。せめて最後金徳入れてほしい、こっち側に。勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました、痛烈、いった、入った入った入った。やっぱあそこで結局いい点数が来ないとなかなかこう経験点が跳ねないので厳しいっすよね。北斗、同点で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打った、これは強烈、いった、入った入った。4番バンプ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で棚橋、今日5打点を挙げて届かない。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、1球外してボール。さあ4球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、低めボール球打った、ヒット、二塁ランナー三塁ランナーホームに突っ込む。うわ痛痛すぎるわ。
ックも絡まんねえ。52点。いやー、92で拾いますか。まあ、できることはしたけど。まあ、どうなんでしょうね。なんとも。まあ、残ってるポイント自体はそんなに悪くはないですけど。2回の裏、バンク攻撃に入ります。この回のトップバッターは、棚橋。初球を打った。ヒット、棚橋、一塁。最後がとにかく悔やまれますね。4回の裏、バンク攻撃に入ります。トップバッターは棚橋、見送ってボール。さあ次の投球、あとはとにかく金とくくれっていう最後。入った入った。6回の裏、バンク攻撃に入ります。先頭バッターは棚橋、これはいい当たりだ。いったー。でもこれ SS6 とかかな。さあ種押しのチャンスを迎えました。言ってそんな言ってないと思いますね。今日2打点を挙げています。第2球投げました。かなりまとまった方だとは思います。投げた。ストレートはボール。アウトコース高め。次が4球目、投げた。打った。これは強烈。いった。入った入った入った。バンク。で、上り調子。エピローグ2つですね。1万2000点ですね、頑張っても。頑張ってもそれぐらいだな。で、振っていきますか。怪我、キャマル。アーチいるかな。うわぁ、だいぶ響くなぁ、やっぱり。もう触れんもんね。痛ぇ。だいぶ痛ぇな。アーチスト取るか。あ、アーチ取ったら。なるほど。チャンス取れないと。まあでもアーチでいいんじゃない？いいんじゃ、アーチでしょ。フィニッシャー余ってんな、ただ。なるほど、フィニッシャーが余っていると。動けねえ動けねえ。ちょっと敏捷を取りたい、使いたい。まあアーチ使うことになるんですよね。無駄遣いはしてない気がするけどな。あとここぐらいでしょ。ロボ票としては何か取れんの？まあ取れないですよね。速攻が取りやすくなるぐらいか。34一緒か。うん、プレッシャーランがまた取れますね。こんなもんか。はい、しゃあないっすね。あとまあ技術精神が欲しかったなというところで、あー厳しいね。 1,2,3,4,5,6,7。 いやー、なるほど、これは僕には無理だなというところで、
そうだな。ちょっとまあ、野手の方は僕には難しいなという感じでございます。まあ正直、あれですね。カンパチと、あとは、コンノちゃんデッキの方が強かったという感じはしました。あとはもう本当に各、こう、吸血の時にいい点数が取れるかどうかにはなるので、まあ、それを全部ひっくるめたとしても、まあ、ちょっと、さすがに、これはきついという感じは正直いたしました。ぜひぜひ、皆様、バンプ高校をやられている方は、一緒にね、一緒にこう、投資をね、開拓しましょうという感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。